休憩前に引き続き会議を開きます一番安倍臨議員皆さんこんにちは新出島クラブの安倍臨です 3ヶ月ぶり3回目の登壇機会をいただきまして、ありがとうございます。今回も私の大事にしておりますテーマを中心にいたしまして、市の方向性を確認し、より加速をしていけるように質問及び提案をしていきたいと思います。それでは、質問項目通告に従いまして、質問させていただきます。理事者の皆様、前向きなご答弁をよろしくお願いいたします。1、職員の労働環境改善について。 1、職員の対応力向上とさらなる業務支援の在り方。あ、現場ニーズの高い研修の充実。皆様もご存知のとおり、生活保護や調整になど、市民の暮らしに深く関わる部署では、窓口対応も非常に重圧が大きく深刻な現場です。生活保護の場合、1000ページの保護手帳に加え、600ページの別冊問答集。 そして2000ページを超える法令通知集を基本的なセットとして現場で扱いながら業務をしています。これ13.5センチにもなります、えー。市民の皆様も切羽詰まった状況にあることから、職員が感情的で攻撃的な対応にさらされるということも珍しいことではありません。こうした激しい現場ではありますが、新規採用職員が配属されることも多く、中にはマニュアル通りに過ぎて市民の方の反感を買ったり、 また逆に答えに窮してストレスを受けたり心を病んでしまうような双方にとってすり減る現状が起きやすい現場であります現在長崎市役所には職員研修所があり職場外研修としてウェブ講座を含めて年間103もの豊富な講座メニューが準備されておりますまた長崎県市町村研修センターにおいても様々なニーズに対応した研修が年間を通して企画をされているところです こうして学ぶ機会は保障されているものの、受講には人数制限があるため、選ばれた職員が受講し、その内容を職場において周知をしていく、このような流れとなっておるために、すべての希望に応えられるものにはなっていません。私としては、主に若手職員が対応力や知識を携え、前線での応対に自信を持って向き合えるように、受講者の対象を広げ、 現場ニーズに応えた講座が企画されることを求めるものであります。市の見解をお聞かせください。2、えー、長崎市内の分園環境整備について、括弧1、市役所周辺の分園整備の取り組み。新市役所ができてから、市,市役所の周辺では、喫煙場所として指定されていない場所における喫煙に対する苦情が複数件寄せられております。その都度指導をされているということでありますが、 近隣のタバヤこ屋さんの軒先に、えー、喫煙する人だかりを見るにつけ、えー、そこに集まる人たちのことも、またそこに、そこを避けて通らなければならない非喫煙者の方、双方の立場を考えなければいけないということを思わされます。えー、健康増進法によって望まない児童喫煙対策の推進が求められています。 健康の側面から見たときに喫煙のもたらすデメリット。これが非常に大きいことは明らかであります。そして私,私自身も非喫煙者です。一方、市財政という側面から考えたとき、別の見え方ができます。こちらが市町村税に占めるタバコ税の割合の総額と、まあ、推移です。令和3年度では市町村税のうち5%に当たる26億7723万3千円がタバコ税の収入となっています。 タバコ税はその使途が決められていないので、えー、各地方公共団体の裁量によって、えー、自由に使われているところです。この金額は決して無視することのできない大きな財源であります。寄せられた多くのタバコに関するクレームを見ると、迷惑のかからないようにしてほしい。文献環境を整えてほしい。そのような意見がほとんどです。私はこのタバコ税の中から必要経費が文献環境整備に向けられるのが筋だと思います。 総務省でも、令和5年1月に、令和5年度地方税制改革、地方税務行政の運営にあたっての留意事項等についてという資料の中で、屋外分園施設等の整備促進に関してという項目が示され、望まない児童喫煙対策の推進や、今後の地方タバコ税の活用、地方タバコ税の継続的かつ安定的な確保の観点から、 地方タバコ税の活用を含め、地方公共団体が、駅前、商店街などの場所における屋外分煙施設等のより一層の整備を図るように、引き続き促すこととすると謳っており、屋外分煙施設の一層の整備のために、積極的な地方タバコ税の活用を求めていることがわかります。まずは最近、喫煙場所の撤去が続き、苦情が寄せられることの多い、 市役所周辺から検討をしていただきたいと思いますが、市の考えをお聞かせください。3、長崎市の海の利活用について、長崎市は海のない景色はないというくらい、海に恵まれた土地です。しかしながら、海の利活用という点から言うと、限定的な活用にとどまっている印象があります。九州でも宮崎や鹿児島など、南の方に下っていけばいくほど、 マリンレジャーが盛んで、海を楽しんでいる風景に出会うのだそうです。海を最大限に活かすには、海に派生するあらゆる可能性が芽吹くのを可能にする制度面を含めた環境を準備する必要があります。私としても、今まで以上にマリンレジャーや、海を活用した実証実験の誘致、そしてそこから派生する産業の創出など、もっと本州で積極的に取り組んでほしいとの思いがございます。 この取り組みを進めていく場合、同時に現在、その海で働いておられる量産、地元、漁協などとの調整が必要になってくるものと思いますまた。またそれが単純にいかない課題そのものだと推察しています。そこでお尋ねをいたします。長崎市として今後の海の利活用の可能性を広げていくことへの課題や方針等、どう分析されておられるのかをお聞かせください。えー4 中部下水処理場跡地の活用について、括弧1、松山陸上競技場保存に向けた中部下水処理場跡地へのプール移転の際の条件。松山陸上競技場は平地が少ない長崎にとって、街中にあって多くの人が集まることのできる貴重な空間です。土地の少ない本市では、こうした場所は一度潰してしまえば、二度と作り出すことはできないものであるはずです。えー、写真をご覧ください。 この同じ場所に、えー、と書いてありますが、実際には上にあります道路、この部分まで市が用地を取得し、上にずらした形で新たな競技場を、えー、作っておりますが、この競技場は、えっ、ー、と、被爆前の、これは爆心地付近の写真なんですけれども、被爆前も後も、えー、ここに存在した空間であったということがわかります。時代のレイヤーが変わっても、受けずら、受け継がれてきた場所であるという表現をして教えてくださった方がおられました。 まさにこの通りで、歴史のレイヤーを重ねても、ここには陸上競技場があり続けてきたし、またあり続けていくことが、長崎の街を構成する大切なパーツであるということを思わされました。私はここに競技場を残すことを前提に、このエリアをどう考えるのかという話をしたいと思います。まず、競技場を残すことを前提にした場合、市民プールを移転する場合ですけれども、 移転先の土地に必要な面積や憲兵率等の条件を教えてください。5、介護保険制度について、括弧1、要介護認定の現状、訪問介護や、えー、訪問看護など、現場に入って実際に対象者の方々の生活に寄り添っておられる事業者の皆様がたくさんおられます。こううした方たちからお話を伺うと 介護認定の現状に関して少なからず課題があるということが見えてきました。高齢者人口が増え、介護の必要な方はこれから右肩上がりに増えていきます。より適正な介護認定が行われる必要があると考えます。現在、長崎市での要介護認定の現状をお聞かせください。え以上が本段からの質問です。ご答弁を受け、指摘より再質問をさせていただきます。 また質問項目にあります残りの質問については時間の許す限り自席にて行いますそれではよろしくお願いいたします以<上>市長 新出島クラブ安倍臨議員の質問にお答えいたします、えー、3点目の長崎市の海の利活用についてお答えいたします、えー、長崎市は、えー、西飛海域立花湾海域大村湾海域のそれぞれ特色ある海に囲まれており海は長崎市の自然や景観など様々な魅力を有する貴重な地域資源であります それぞれの海域は地域の漁業者が漁業を営む場であり漁業の種類によって漁具や操業の範囲をき取り決めるなど漁業者は様々なルールの中で生活の糧となる漁業活動を行っております一方でそれらの海域の一部では漁業体験などのブルーツーリズムやダイビングなどの海洋レジャークルージング が行われているほか、伊黄島においては、海洋危機の実海域試験のための実証フィールドとしても活用がなされるなど、さまざまな用途において、多様な主体が海をフィールドとした活動を行っております。これらの海域の利活用を促進し、円滑に進めるにあたっては、議員ご指摘のとおり、地域漁業者との調整が 重要かつ不可欠となりますこのような中国におきましては海や漁村における地域資源を生かし漁村の活性化を図るための新たな取り組みを海漁として昨年度策定した漁港漁場整備長期計画の中に位置づけ5年間の取り組みにより漁港における 新たな海業等の取り組みを500件展開し、都市漁村交流人口を200万人増加させるとの目標を掲げるなど、海を生かし、地域の活力を生み出そうという方向性を示しております。長崎市としましても、新たな概念であります海業につきまして、漁業関係者の皆様方と認識を共有し、 漁村の振興を図ることも含めまして、地域に貢献し、市の方向性と合致する海を活用した実証実験などの取り組みについても、必要に応じて、事業者等と漁業関係者の橋渡しをするなど、その円滑な推進を図ってまいります。 総務部長、ご質問の一点目、職員の労働環境改善についての各一、職員の対応向上とさらなる業務支援のあり方のあ、現場ニーズの高い研修の充実についてお答えいたします。市役所に求められる役割はますます高度化、多様化しており、その社会の変化に対応できる職員の育成は大変重要であると。 認識をしております職員の対応力の向上につきましては、まず、新規採用職員や採用2年次職員には、接遇研修や住民対応力向上研修といった窓口や電話対応などの基本的なスキルや心構えを全般的に学習する研修を行っているところでございます。また、人事評価により、職員自らが強みや弱みを把握できるようになり、例えば、 説明力をスキルアップしたい場合は、伝える力向上研修を受講できるようにするなど、17の研修プログラムから選択できる制度を整えたところでございます。次に、外部研修機関である長崎県市長職員研修センターでは、市町における行政上の課題に的確に対応する能力を要請する専門性の高いさまざまな研修が行われ、 定員があるものの、希望する職員が実況をしており、職員のスクリア,アップに活用できる研修機会であると考えております。さらに、職場では上司や先輩職員による実務を通じての職員の育成が行われ、対応力をはじめとした業務に関する知識などのスキル向上が図られる重要な研修機会となっております。 日常業務を通じての職場内研修、いわゆる OJT はもちろんですけれども、これに加えまして、独自の課題を解決するため、職場自らが外部の専門講師を招聘して、研修会を実施しております。今年度は、旧所属で17回の研修会を行うよう予定しているところでございます。 今後ともさまざまな研修制度の周知を行うとともに、他都市の研修状況や職場、職員のニーズを把握し、職員が自主的にスキルアップに取り組み、実効成長が実感できる多様な学習機会を持てるように進めてまいりたいと考えております。以上でございます企画財政部長 ご質問の2点目、長崎市内の分園環境整備についての確保1、市役所周辺の分園環境整備の取り組みについてお答えいたします。市役所などの行政機関や学校、病院、児童福祉施設等は、健康増進法に第一種施設と位置づけられ、屋外に児童喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所以外は、敷地内禁煙とされています。一方、公的建物であっても、 国会や裁判所等は第2種施設と位置づけられ建物内に喫煙専用室の設置は可能となっています国におきましては、健康増進法を踏まえ、望まない受動喫煙を防止するためには、公共または民間の屋外分園施設の整備が考えられるとの考えを示し、屋外分園施設等の一層の整備を図るために、地方のたばこ税等の活用を推奨しているところです。 本市においても、庁舎建設時に望まない受動規制の防止を図るため、敷地内で厚生労働省が設置可能としている施設を利用する者が通常立ち入らない場所を調査しましたが、本市庁舎は地方が道路に囲まれ、この基準を満たす場所がなく、市庁舎敷地内での喫煙所設置はできませんでした。近年、禁煙の推進の取り組みにより、喫煙者の割合は低下しつつありますが、 一定割合の喫煙者は依然存在し、屋外での喫煙は禁止されていないことから、望まない受動喫煙の防止のために、視聴者周辺で喫煙場所の設置可能な場所がないか検討しているところでございます。以上でございます。土木部長ご質問の4点目。 中部下水処理場跡地の活用についての括弧の1、競技場保存に向けた中部下水処理場跡地へのプール移転の際の条件についてお答えします。長崎南北幹線道路の整備に伴う松山町の平和公園スポーツ施設の再配置については、今年7月に平和公園スポーツ施設の再配置に関する再検討部会を立ち上げ、第1回目はスポーツ施設の再配置に関する委員からの意見や意見交換を行い、 第2回目は、第1回目で出された委員の意見を踏まえ、スポーツ施設の再配置において、留意すべき点や、再配置先の抽出、評価の観点について確認したところでございます。この中で、市民総合プールの再配置先の抽出条件としては、公共交通機関でのアクセス性を有している場所であることや、現在の市民総合プールと同程度の約1.4ヘクタール以上の敷地であること、将来的に利用可能な敷地であること、 プールの建築が可能な用途地域であることとし、松山町の陸上競技場や中部下水処理場跡地などが抽出されております。議員ご質問の中部下水処理場跡地につきましては、面積約2.8ヘクタール、商業地域で憲兵率80%、容積率400%で、令和4年度5年度末をもって稼働停止されることとなっておりますが、 当該地は埋め立て地で軟弱な地盤であるため、処理場の地下構造物や約5000本の既存の杭を撤去することすると、修戦施設に悪影響を及ぼす可能性が高いことから、跡地の利用にあたっては、基本的に地下構造物や杭をそのまま残した状態で使用する必要がございます。そのため、建築物を建築する際には、通常の土地と比べて建設費用の増加が避けられないところです。 また、再検討部会におきましては、長崎スタジアムシティに隣接しており、交通混雑が悪化することを懸念する意見がございました。他方で、プールの再配置先はアクセス性の良い場所にすることや、大型バスなどの駐車場も必要との意見もあっております。このようなことから、プールの再配置先の検討に当たりましては、公共交通機関によるアクセス性や敷地条件に加え、造成費用や維持管理費用などの経済性、 周辺施設との相乗効果などの幅広い視点から、比較検討していくこととしております。今後も引き続き、再検討部会での議論を踏まえながら、しっかりと検討を進めてまいりますす以上でございます福祉部長、次に5、介護保険制度についての、括弧一1、要介護認定の現状についてお答えいたします。 長崎市の令和4年度の要介護認定者数は2万9205人で、高齢者数に占める割合は21.6%となっております。要介護認定は申請により行われており、4年度の申請件数は2万9608件となっております。申請後、看護師の資格等を持った要介護認定調査員がご自宅等に伺い、 対象者の心身の状態や日常生活の状況などの聞き取りを行う認定調査を行います認定調査員は現在82名長崎市では82名となっております併せて主治医に医学的観点からの対象者の心身の状況などに関する主治医意見書の作成を依頼します その後、認定調査票と主治意見書の内容を全国共通の一時ソフトに入力し、一時判定を行っております。一時判定の結果を受け、医師や看護師などの専門職129名で構成する介護認定審査会において、機械的には評価しきれない認定調査の特記事項や、主治意見書の,内,の内容などを踏まえ、 一次判定の修正や介護の手間など総合的な判断を行い最終的な要介護認定を行っております。以上でございます。一番安倍の議員、一連のご答弁ありがとうございました。えー、それではえっ、ー、と一番のえっ、ー、と現場ニーズの高い研修の充実に関してのところからえっ、ー、と再質問をしたいと思います。 職員の主体的なスキルアップを図って取り,あの取り組んでいきたいというお言葉をいただきまして非常に共感をするところですやはりそれぞれに性格が違ってそれぞれに強みの違う 職員の個々の必要に応じた学びが行われていくことで、より自信を持って職務に当たることができるのではないかと思っております。必要のすべてに対応するということは難しいかもしれませんが、現場にかかる負荷というのは、大体いい共通の課題と思いますので、その部署の中においての経験値などで相当かけて、必要な職員に必要な講座が届くようにお願いをいたしたいと思います。また、 あの必要のない研修を与えて、現場に負荷をかけないという、逆の意味でも現場のニーズが何であるのかということに敏感であってほしいというふうに思います。あの聞くところによりますと、県内でも他のえっの市町では、こうした職員研修にかける予算を削っているところもあるというふうにえと聞いておりますので。 えー、限られた予算の中のことなので、いろいろな考えがあるとは思いますが、人を大事にするということでは、すべての基本であると思いますので、引き続き職員の力になる研修を続けていていただければと思います。そして、えー、この流れから次の項目であります、医の AI を活用した対応力の強化について質問をさせていただきます。 本段でもお示ししたとおり、生活保護業務では13.5センチのにも及ぶ資料を基本規範として抱えながら、それぞれの対象者、被保護者の方々の生活に入り込んでいかなければなりません。急に被保護者の方から回答を求められて、頭が真っ白になってしまったという職員の体験も聞きました。ままた対応するる職員がが変変わわことによっってて受け答えの内容が変わってしまい あの結局、何が答えだったのか分からなくなったというようなあの市民の方のご意見もあります。こうしたことを回避するためにも、えー、膨大な情報を学習させた AI の活用というのは、職員の対応力向上,向上ということ、またはあ回答内容の統一化ということにも寄与するものと思っております。えー、電話にによる問い合わせや窓口対応の際に 職員がスムーズに適切な受け答えができるよう、職員の業務サポートのための AI システムの導入について、お考えをお聞かせください。情報政策管理官ご質問の1点目、職員の労働環境改善についての括弧1、職員の対応力向上とさらなる業務支援のあり方のい AI を活用した対応力の強化についてお答えいたします。 長崎市では職員の負担軽減と市民サービスの向上、労働人口が減少しても持続して行政サービスが提供できるよう、行政サービスの最適化や AI、RPA などデジタル技術の活用を進めており、その中でも AI については、会議録の文字起こしや保育所の入所判定に活用しています。議員ご質問の電話や窓口での対応時に職員の業務をサポートする AI の活用については、 例えば民間のコールセンターでは会話の内容を AI が分析しあらかじめ用意している回答の中から適切だと考えられる回答の候補を示すことでオペレーターの作業軽減や個々のスキルに依存しない対応品質の確保などに活用されております。また自治体向けの業務については戸籍や生活保護など個別の業務に特化したサービスも提供され始めており業務に関する関連法令や 運用事例なななど担当職員にに必要な業務知識をすすることが可能になります一方で、職員の業務負担軽減という意味では、職員が直接対応しなければならない問い合わせの数を削減することも重要だと考えており、これを実現する方法の一つに AI の活用がございます。一般的に AI チャットボットと言われるものですが、問い合わせの内容を AI が理解し、 求められている回答を示す仕組みであり市民や事業者の皆様は市役所が空いている時間帯に電話や来庁することなく24時間365日利用できるため職員が直接対応する件数を減らすだけでなく市民サービスの向上も期待できますこのように問い合わせ対応に AI を活用することは職員の負担軽減だけでなく市民サービスの向上も期待できるため長崎市にとって どのようなサービスを導入することが効果的なのかしっかり検証し導入に向けて検討を進めていきたいと考えております以上でございます一番安倍臣議員ご答弁ありがとうございました、えー、職員のもとに届く仕事量を減らすという意味での活用の方が実現可能性も高いということが分かりました、えー、確かに私の求めたものでありますと職員の窓口業務に 当たるということにフォーカスをしすぎていましたけれども、こうした AI チャットボットの活用というふうであれば、市民の皆様にもご利用いただけるものとなりまして、幅広い方々の利益になるシステムになります。またこれは、窓口に届く前の仕事を AI によってふるいにかけて減らすことができるということも意味しておるということで。 市役所での業務はそれぞれ、部局ごとの程度の差はあるものの、どこもオーバーワーク気味に見えるように、私にはちょっと見えているところもありますので、まあ、そうしたことがホワイトワークチャレンジを生み出した要因かなとも思っています。なので、望まない離職を生み出さないためにも、職員の業務量改善や、ストレス軽減のために、AI の活用などを積極的に取り入れていただきたいと要望をしておきます。 DX は IT とか AI を取り入れて業務プロセス、これを改善するというものだけではなくて、サービスによってビジネスモデルであるとか、また職場の風土とか、そのものをもう改善していくようなことを意味していると。 あの言われますねデジタルトランスフォーメーション自体がですね。なので、まさにあのこういった意味で、職員の職務の中身っていうのをもう大幅に改善するようなあの取り組みというのが進んでほしいと思います。生活保護手帳を開きますと、目次のすぐ後に生活保護実施の態度という心構えが記されております。こののの最後ににに相互に研究し必要に応じ上級者の指揮を求め 事故の業務に確信を持ってことに当たることとあります。若く経験値の未熟な職員であっても、彼らが事故の業務に確信を持って取り組むことができるように、今まで以上に知識の武器を持たせて、そして心を守る防具を身につけて、仕事に臨ませてあげたいと思っておりますので、 AI の力も人の力も含めて、えー、と働くことに意味を持てる、えー、職場づくり、環境づくりを今後とも積極的に推進していただけるようお願いをいたします。えー、次に、えーと、市役所、長崎市内の分営環境整備についてです。先ほどのご答弁では、えー、視聴者周辺でも設置可能な場所がないか、関係機関と協議を行っているということでした。あの早めに適地を見つけて、整備をしていただけますようお願いいたします。 え、現在、禁煙に向かう社会の流れの中でも、過渡期である以上は、えー、分煙は必要な措置であります。長崎市役所に寄せられる市民の皆様からのご意見の中で、タバコに関するものを調べると、えー、浜の町周辺における喫煙場所がないか、ないことから、あポイ捨て、 のために迷惑を受けているということや、一箇所しかない店先の灰皿に人が集まって、えー、受動喫煙を恐れて子どもを連れて横を通ることができない、そのようなあのご意見が寄せられています。先ほどご紹介した総,総務省の、えー、示した指針からも、駅前や商店街といった人の多いところでは特に、分煙環境の整備が求められているということが分かりました。えー、長崎市は観光都市でもあり、多くの人が来られる町であるため、 分園施設もニーズがある設備であることは間違いありません。特に大阪などは分園施設がとてもあの環境が整えられているため、初めて来られた方にも、えー、と印象が良いと伺っております。長崎市も観光施設においては分園スペースが用意されているところもあるわけですが、今後浜の町をはじめとした人の集まるところにも分園施設を整備していくお考えはないかお聞かせください。 市民健康部長、ご質問の2点目、長崎市内の分煙環境整備についての確保に、街中や観光地における分煙環境整備についてお答えします。長崎市の健康増進計画である健康長崎市民21は、国の計画を踏まえて策定しておりまして、喫煙習慣の有無にかかわらず、誰もが健康になれるよう、喫煙による健康被害の軽減について啓発を行い、禁煙と児動喫煙防止に取り組んでいます。 議員ご指摘のとおり、グラマエンスなどの観光施設で既すでに分裂施設が設置されているところもございますけれども、街中の人通りが多い場所では、店舗の前に置かれた灰皿の周りで喫煙する人も多く、健康被害を心配される市民からの苦情等が寄せられ、店舗等が特定できる場合は、灰皿を利用する喫煙者に、周囲の人への配慮を促すポスターの掲示について、設置者にご協力をいただき、喫煙者への啓発を行っているところでございます。 一方、規制につきましては、長崎市薬剤師会、長崎市医師会、長崎大学など、関係機関と連携して、たばこによる健康被害防止の取り組みを進めているところでございます。多くの方への周知としては、世界禁煙デーやイベント等で周,知を周囲の人への配慮を呼びかけているというところでございます。分煙施設、議員ご指摘の分煙施設の環境を整備することにつきましては、 望まない受動喫煙を防止するための一つの方策というところではございますけれども、その整備については、個々の状況に応じて判断していくことになると考えております。いずれにしましても、今後も引き続き、健康増進を図る立場から、市民がより良い生活習慣を身につけ、健康につなげていただけるよう、啓発を進めるとともに、受動喫煙防止のために行政としてどのようなことが効果的か、研究してまいりたいと考えております。以上でございます番安倍 答弁ありがとうございました禁煙に関して、さまざまな団体の皆様が取り組んでおられることは良いことであると思います。タバコによる健康被害は現実に起こる大きなリスクです。あの一方、分煙をしてほしいという声は、組織やあの集団として機能しているものではないため、市政にです、ね、効果的にインパクトを持って届けられる声ではないのではないかという点で懸念をいたします。 小さなお子さんを養育するお父さんから、吸っている人がいれば、そこを大きく避けて通らなければいけない。吸うなと言ってるわけじゃない。お互いに迷惑にならないようにできればいいだけなんです。というご意見をいただきました。本当に私も小さな子供がいますので、えー、の気持ちがよくわかります、えー。住み分けることができれば、それが一番であると思います。えー、多様性という言葉で、えー、もてはやされていますが、これは何も、すべての人に対して理,理解とか共感とかをあの必要としているものではないと思います。 違いを受け入れて、互いに干渉せず住み分けていくこと、という実にドライな関わりを示すものだと私自身は認識をしております。また私たちは様々な場面で一つの事実に突き当たるんですけれども、これが何かというと、それは制限や禁止が物事の本質的な解決にはならないということです。制限し、禁止し、取り上げることによって、見えないところでルールを破ることがはびこります。 納得のいかない制限や禁止、これは決して物事を収束はさせません。私たちが違いある人々と一緒に暮らしていく限り、適切な管理というものが、やり方が本質的な解決を目指す、えー、一つの大事な心構えだと思っております。分園環境の整備は、まさにこの適切な管理を施していかなければならないことにあたるものと考えております。このテーマは非常にセンシティブな、賛否のある話です。 議会の中で取り上げ市民の皆様にも考えていただくきっかけとしたいと思い、えー、取り上げましたどのようなことも一面だけでは判断できませんもう一つ付け加えるならば旗箱の生産は島原半島や五島、えー、などで盛んな長崎県を代表する農産物の一つであり平成28年の全国旗箱の買い入れ実績のうち約8%九州では3番目に当たる1294トンを生産しております 島原で旗箱の生産をされている方にお会いする機会がありました。これをなりわいとされている方がいるということ。この一定数こういう方たちがいるということを知ったときに、私、安易に批判することは適切ではないということで、考えを改める機会となったことがあります。今後とも様々な側面から、冷静に物事を判断する視点で本質的な解決を促すための適切な管理というものを考えていただきたいと思います。 街中へのを整備をよろししくお願いいたしますえ次に、3、長崎市の海の利活用について再質問をいたします。えー、海業に関しては、私も、えー、聞きかじっておりまして、海業は海の県である長崎がやらなければ誰がやるということで、それぐらいの意気込みの望んでほしいということは、街頭に立つたび、マイクを持って申し上げているところです。政府による海業の推進は、レジャーや産業のシーズンにつながるものなど、 もっと長崎の海での可能性を広げていくことへの後押しになるものです。ここでは海の現場で働く皆様との合意形成がしっかりなされて進めていただきたいと思います。また、長崎市の漁業を今後も持続可能なものとしていくためには、本市で漁業を営んでいきたいという方を、物、人、制度、お金の面で様々な形でサポートを強化していく必要があります。 そのためには、漁業者の組織として基盤となる、漁協がますます効果的に機能する組織となることが求められると思っております。えー、市としてのお考えをお聞かせください。水産農林部長。再質問にお答えをいたします。議員ご指摘のように、漁業協同組合は、漁村地域におけるさまざまな活動や取り組みの基盤となっております、重要な組織でございます。 現在の長崎市内の漁業協同組合の状況といたしましては漁業種類や組合員数生産規模も様々でございまして一部漁業協同組合におきましては組合員数や取扱量の減少を課題として認識しており本年度は福田漁協と西避難部漁協が合併するなど組織再編等の動きも見られます長崎市としましても漁業協同組合の経営基盤の強化は 地域漁業の振興をはじめ、地域の活性化を図る上でも重要な課題と考えておりますので、将来にわたって安定した運営が行われるよう、漁業協同組合とともに検討を進めてまいります。以上でございます。1番、安倍み議員ご答弁ありがとうございます、えー。ぜひ各漁協の皆様と一緒に前向きにご検討をしていただきたいと思います。 長崎県は漁協の数も北海道に次ぐ2番目の数で、62の漁協を現在、抱えております。大分県はです、ね、県下1漁協と大きな単位でまとまっておりまして、大分の名産物であるカボスと、また養殖のブリ、これを生かしたカボスブリの生産などで、県と県漁連が主体となって、柑橘を含んだ餌の生産などをコントロールから行っており、 全国チェーン店でのカボスぶりの消費を県としてセールスしていくなど、非常に大きなインパクトを持った展開ができております。長崎県は縦に長く、県南県北と行われている漁法も規模も違うため、一概に長崎県全体を一つにするということが最適解ではないとは思うところですが、長崎市だけでも、できるだけ大きな単位でまとまっていくことで、今よりももっと効果的に水産業を展開していくことができる。 力を持つことが可能であると私は分析をしております。ぜひとも漁協の働きを強化し、これまでになかった水産業での長崎市としての取り組みを打ち出していただきたいと思います。また、今回、長,あの長崎市役所内の組織編成によって、水産に関わる流通加工消費が商工部の所管となりました。 これまで現場の事業者さん、飲食店さんと密につながってきたのが、あまあ、水産振興に取り組んできたのが、水産農林部でありますので、まあ、非常に重要なパートがあの、一気に担当が変わってしまうことになります。 これは現場の事業者様にも少なからず不安が起きるのではないかと思います。当然、連携を十分に進めながら行っておられていくものとは思いますが、私からも重ねて、この移行がうまくいくようにと強く求めておくものでございます。次に、4番目の松山陸上競技場存続に向けた中部下水場、処理場、跡地の活用について、続けます。 ご答弁から、市民プールに必要な面積として約1.4ヘクタールと分かりました。また、中部下水処理場が建設候補地として抽出された適地の一つであるということも以前から言われているとおりです。ただし、ここにデメリットもありまして、軟弱地盤であるということか、懸念があることから、あの建設コストなどの増加が見込まれているということです。中部下水処理場は約2.8ヘクタールあると聞いております。 単純に考えても、プールが最低でも1.4ヘクタールとしても、なお1.4ヘクタールが残ると、そこで考えたことではありますが、ここに老若男女が集える、私がイメージするのは、まあ、家族の皆さんが集まれるような場所ではありますが、スポーツを中心とした複合施設を考えて、都心まちづくり構想にあるような川辺のエリアとしての機能を生かすお考えはないか、お聞かせください。 町づくり部長再質問にお答えいたします中部下水処理場跡地は、今ご指摘いただきましたとおり、約2.8キロというまとまった面積を有しております。仮に市民プールが移転してきた場合におきましても、その規模によっては、一定の面積が残る可能性はございます。その場合の利活用についてですが、 都心部には、例えば大規模災害時や臨時的な大型イベント時における円滑な都市活動を維持するためのバックヤード的な土地が少ないなどと言いました、まあ、一定まとまった土地がなければ解決できないような課題もございますので、スタジアム,スタジアムシティとの近接や、構図、アクセスといった、当地の立地状況を見ながら、今後、多面的な方向から検討を進めてまいりたいと考えておりまますす以上でごござざいい議員答弁ありがとうございます。 えー、まだ検討の段途中で,です、ね、ありますので、どうなるかわからないという状況の中で、まあ、不用意なことはあの言えないとは思いますが、あの今日この場で具体的には、あ具体的な話までには至りませんですけれどもあの、松山陸上競技場の問題は、現在、ここを利用されている方たちだけの問題ではなく、えー まあ、多く本当に市民の皆さんに利用されていただけるような場所にしていくということを考えるのであれば、本当に皆さんにとっての問題になるということで、えー、と今日質問に取り上げさせていただきました。ここに関連して市民の皆さんが広く利用できる空間を整えることができれば、一体にかかる費用負担も納得できるものとして受け止められ、また利用者としての利益も市民全員に関わるものとなります。 私といたしましては、中部下水処理場にプールが来て、一帯が整備されることによって、隣にある動物愛護管理センター、ここにご家族の流れができて、今よりもっと保護の、保護犬、保護猫への意識に向けられ、譲渡につながってほしいという思いもあります。あの複合施設にするるとということで選択し得る国からのメニュー、えー、と交付金 これもいくつかメニューも出てくることを事前に教えていただきました。えー、街中の空間ということで、防災の機能を持たせることによって、検討できる交付金もあるようです。えー、また平和、平和公園のすぐ近くにあるということから、やはり平和の意味を持たせる、込める使命も持つ場所であるとも思います。えー、陸上競技場を残すというテーマを、というテーマを超えて、えー、残すことを前提に、どれだけこのエリアに価値を持たせることができるのか。 このエリアの価値を最大化することができるのかということで、市民の皆さんにも今後とも一緒に考えていただきたいと思うことです。続きまして、5番目の介護保険制度について、再質問をさせていただきます。市で作成、配布されているなるほど介護保険という利用の手引きによりますと、介護認定はですね、政府によってこのようなフローで、流れで行われることが定められています。 事、えー、細かにチェックが行われているような立てつけになっているとは思うのですが、えー、普段から対象者の,、えー、様の皆様の生活にの中で支えておられる現場のヘルパーさんの声、えー、この視点が入る余地というのはあるのだろうかという疑問があ,ありました。現場ヘルパーさんからは、日頃接している自分たちの意見も、えー、聞いてほしいと思うことがありますというふうにご意見をいただきました。 この認定の流れの中で、介護従事者の方から、どうのように、介護従事者からのご意見がです、ね、反映されるタイミングがあるのかどうかということについて教えてください。福祉部長 再質問にお答えいたします。対象者の心身の状況等は、先ほどもお話ししましたけれども、看護師等の資格を持った介護認定調査員が、全国共通の調査項目74項目により、詳しく聞き取って実施しておるところでございます。それにプラスしして、てかか、りつけの主治意見書も参考として 二次判定として、医師や看護師等の要介護認定審査会というのを開いて、適正な要介護認定を行っているところでございます。委員ご指摘のです、ね、介護従事者等の意見の反映についてですが、介護認定審査についてはです、ね、やはり全国共通の公平・公正な認定を行うため、関係者からのご意見というのはです、ね、やはり主観的に偏り可能性もございますので、基本的にはお聞きしていないという状況でございます。 しかし、対象者の担当ケアマネージャーさんは、日頃から介護従事者の方と情報共有を行っておりますので、ご本人さんの状態が変化した場合や、介護認定に疑義がある場合などはです、ね、ケアマネージャーを通じて適時、変更申請の支援も行って、ケアマネージャーが支援も行っているというところでございます。今後も必要なサービスが必要な方に適切に届くように、介護保険法に基づいて適正な介護認定審査に取り組んでまいります。 ままます。す。す。以上でごごござざいい番安倍議員、答弁ありがとうございます、えー、関係者の方からの意見が主観に偏る可能性もあるということで、えー、公平・公正な認定のために、基本的には聞いていないという方針であることが分かりました。 あの、しかしながら、あの、ご答弁にもありましたとおり、現場でしか分からないことも、また非常に多くあるものと思います。えー、現場では、認定されている要介護の重さと、実際の対象者の方の介護の必要性にギャップがあるケースもあるということをお聞きします。必要な方に必要な介護が行えないことや、また、その逆で必要のないことも求められるケースもあるようで、えー、介護従事者の方々が、やるせない思いをされているということを聞きました。 まあこうしたことは、現場で毎日対応しておられる方にしか分からないことです。あしかしながら、あのケアマネージャーさんと介護従事者さんとの連携というのがあの行われているということですので、えー、とこれまでにも行われているということですので、あのより正確な状況把握のための情報収集というのをまたあの引き続き行っていただくことと、また適切なあの介護認定の現実に結び,結びつけていただきたいということを思います。 今回、私が介護事業者様からのご意見を受けて、質問をさせていただいたわけですが、こうした意見を市としても吸い上げていく窓口があるといいなということを思いました。どのような形であれば、市に対して、こうした介護事業者の皆さんの声を届けていくことができるのか、教えてください福祉部長。 再質問にお答えいたします。日頃からです、ね、介護従事者の皆様にはコロナ禍のみならず感染対策等に今でもです、ね、留意されて日々業務に励まれておられることに感謝させていただきます。 感謝申し上げます。えー、そういったげあの介護従事者のご意見というのはですね、いろんな介護福祉士会とかいろんな会からのご意見というのは我々もあのよくお聞きする機会があるんですけど、直接業務をされているそういったヘルパーさんたちからの生の声っていうのはですね、あの介護保険事業を推進していく上でも、えー、必要な、えー、声だというふうに思っております。えー、ヘルパーさんもいろんな、えー、カスタマーハラスメントとかあるいはし、えー、処遇改善とかいろんなご意見をお持ちと思いますので、えー、ぜひそういったご意見がある。 場合はですね、個人個人でもいいですので、もう我々の福祉部の中に介護保険課というところがございますので、そういったところにあのお話をお寄せいただければというふうに思います。以上でございます。一番安倍のぞみ議員、ご答弁ありがとうございました。ぜひよろしくお願いいたします。現場の皆さんの声を聞けば聞くほど、そこでしかわからないことがあるということを強く感じました。 当事者の主観が入らない公正な認定を行うことも非常に重要です。そして同時に現実とのギャップがあるのであれば、それを適正な認定に近づけなければなりません。現場から遠くなれば行う施策にも現実との齟齬が生まれ、市民の皆さんの必要をカバーすることができなくなります。 ご答弁にありましたとおり、個々の意見を聞いていくということは、難しいことではあると思いますので、団体としてのまとまった声としての意見なら、市に対して伝えていくことができるということで、事業者の皆様にもえと認知をしていただきたいと思います。今後の介護保険事業計画の策定にも、現場従事者の皆さんの,あのご意見を拾い上げてくださっているということをお伺いしております。とも現場の声を反映しより一層 あの連携をししてていただききまますすよう要望しておきます、えー、っと最後に、えー、犬猫殺処分ゼロに向けた取り組みについて、カ、え、ッ、ー、1、ミルクボランティアの募集と譲渡に向けた取り組みについて質問をいたします。えー、現在、動物愛護管理センターで殺処分の対象となっているのは、えー、ほとんどが目の開いていない血のみごの子猫です。血のみごは母猫から離されると、自力では生きていくことができません。 2時間おきくらいの授乳が必要と言われており、連休があると授乳ができないので、そのまま餓死してしまいます。そのため、殺処分の対象となっております。えー、昨年度は84頭の血のみ子が殺処分となりました。ご承知のとおり、長崎県は、令和11年度の動物の殺処分ゼロをに向けて取り組んでいくっていることから、長崎市はより早い、えー、段階に、えー、それを目あの達成しようと目指しているところです。 先ほども申し上げましたとおり、殺処分をゼロを目指すのであれば、殺処分の大半となっております、血のみごを育てて、譲渡につないでいかなければ実現することができません。ボランティアの方に、血のみごの飼育を引き受けていただき、離乳するまで育ててもらったところで、愛護センターに戻していただいて、そこから譲渡につなげるのがミルクボランティアです。長崎県でもミルクボランティアの要請も含めて取り組みを進めています。 長崎市としてミルクボランティアの取り組みを実施するお考えはないかお聞かせください。市民健康部長、ご質問の六点目、犬猫殺処分ゼロに向けた取り組みについての括弧一、動物愛護管理センターにおいてミルクボランティアを募集し、譲渡へつなげる取り組みについてお答えします。ミルクボランティアとは先ほど議員もあのう話しがありました通り、動物愛護管理センターが引き取った授乳の必要な子猫を。 自宅等で一時的に預かり、離乳するまでの間哺乳、哺乳や排泄の解除等を行うボランティア活動のことでございまして、言御指摘のとおり、犬猫殺処分ゼロに向けた具体的な取り組みの一つであると認識しております。長崎市におきましても、実施に向けて検討を進めている段階でございまして、ミルクボランティアを行う上で必要な粉ミルクや哺乳瓶等の消耗品費をはじめ、ウイルス検査や 飲み、ダニといった寄生虫の駆除等を行うための医療費等の経費について、検討しているふるさと納税制度によっていただいた寄付金を充てることができないか、関係かと協議を重ねているところでございます。ミルクボランティアを実施することにより、これまで殺処分となっていた小さな命を救うことができることから、来年度の実施に向け、動物愛護団体とも協議を重ねながら、積極的に取り組んでいきたいと考えております。なお、実施にあたりましては、ミルクボランティアの活動について、 周知や普及に取り組みながら参加者を募集するとともに、えこの制度がしっかりとしたものとなるよう参加者の育成にも力を入れていきたいと考えております。以上でございます。一番安倍のぞみ議員、はい。ご答弁ありがとうございます。あの非常に積極的に取り組む意思があるということでえっ、ー、とご答弁をいただきました。ありがとうございます。えっ、ー、とこれこそまさに行政だけではあ実現することができない目標。 ですね殺処分ゼロというのは、なので、多くのボランティアの皆さん、そして市民の皆さんと一緒に達成していくものになると思います。 えー、このミルクボランティアあまさにボランティアの要請が必要になるので事前に丁寧な準備が、えー、必要に求められる取り組みではありますがあの私としても協力していきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします、えー、また今年度で、えー、と愛護センターの所長が退任をされます、えー、と議員になる前からあの向き合っていただいて大変お世話になった所長でありますあの所長が変わることで、えー、と今まで決めてきた方針が変わることないようにしっかりその思いと 方針等をを受け継いでいいいでたただききいとということを要望しておきますまた次に、愛護センターに関わる再質問をさせていただきます。以前、私の方にですに、ね、長崎の,動物,のため動物たちのために力になりたいという長崎出身の方で、県外で活躍されている方から、愛護センターに立派な三段ゲージを5つご寄付をいただきました。 今回の場合は、私があのお話を受けていたため、センターのニーズっていうのを知っていたので、マッチングが成立をしましたけれども、今後もこうした動物に対する思いのある方たちのご好意が、愛護センターに反映される仕組みができてはどうだろうかというふうに思いました。そこで、と他の,あの地方公共団体でも取り組まれております、アマゾンの欲しいものリストの公開っていうのを、愛護センターでもしてみてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。 市民健康部長再質問にお答えいたします動物愛護管理センターでは、現在、市民党の皆様からフードやペットシーツ等の寄付を随時いただいておりまして、収容されている犬や猫の使用管理に活用させていただいております。現先ほどご例示されておりますアマゾンの欲しいものリストによる寄付を募る方法につきましては、必要なものを必要なときに必要な分だけ一般の方に購入していただき、 アマゾンが配送する仕組みでございまして、災害時に効果的であったということから、その後、一部の動物園等でこの方法を導入している自治体があるということは承知しております。動物愛護管理センターは、移転先での業務を令和6年4月1日から開始することになります。新たなセンターが市民の皆様に親しまれる施設となり、収容されている犬や猫がより快適に過ごせるよう、新しい施設で業務を行う中で、 動物愛護団体の方々の意見を踏まえながら、必要なものの特定について検討していくとともに、それをどのようにして集めるのかにつきましても、議員からご指摘のあった、ご提案のあった方法も含めまして、関係下と協議を重ねながら、研究してまいりたいと考えております。以上でございます番安倍 ご答弁ありがとうございます。ぜひとも前向きにご検討いただきたいと思います。来年度から寄付も始まりますが、ふるさと納税は市外の方に限られます。欲しいものリストの公開は市内の方やまた小さな学からでも力になりたいと思っておられる方の有効な手段になると思います。 あの動物に関わることに関してもご存じのとおり、非常に大きな金額の医療費がかかります。すでに行われております、町猫不妊化事業においても、毎年予算が確保をされておりますが、今のままでは野良猫の頭数を減少させるということまでは到底追いつきません。まとまったコロニーを確実に不妊化させ、それを続けていくことでしか頭数の減少は見込めず、 一エリアの不妊化を毎年中途半端に続けていってもですね、猫の繁殖力の方が強いので、個体数は増加をし続けます。あまた、時たま問題になります、多頭外の崩壊。これも発生したときには多くの人が関わる事態となり、また時間も関わる問題となってしまいます。これらも一度起きてしまえば、市が対応しなければならない重大問題となっていきます。 えー、しかしながら動物に関わることは人それぞれで価値観も違うため、えー、財源の確保でも優先順位としては低くなってしまいがちです。 だからこそ、ここに上乗せをしていくための財源として、ふるさと納税をし、対応していただければとの思いがありますが、ミルクボランティアというのが始まれば、ご答弁にあったとおり、飼育に関わる様々な経費がまたここに乗っかってきます。すべてを賄えるだけのふるさと納税が見込めるかどうかは、これはやってみなきゃわかりませんけれども、そう簡単には初年度からうまくいくものではないと思います。そこで、現在、 愛護センター内で必要な物品に関しては、積極的に呼びかけて、物品の寄付を募って、犬猫たちの餌や消耗品など、予算を消化しないようにすることも一つの手段かと思っております。寄付してもらいたいものと、送られてくるものとのミスマッチを防ぐということでも、アマゾンの新物リストはとっても有効な手段です。 ぜひとも前向きにご検討いただきたいと思います。えー、特に、えー、と今から寒くなりますので、愛護センターでは毛布や猫ベッドなども必要になります。えー、私もこの議会が終わったら、センターに家で使ってた毛布をあの持っていく予定なので、皆さんもご,ご自宅に余っているものがあれば、ぜひご寄付をお願いしたいと思います。あのこのようにあの、思いのある人たちで、えー、みんなで支えていくのが一番いい動物愛護の姿であるというふうに思っております。まままたたそういううういいここととがででできるるテーマでもあると思いますのくし 私たちの思いを引き込んでいけるような仕組みづくりというのをしてしていってほしいと思います、えー、と初登壇から3回目の、えー、と一般質問をさせていただきました1回目から取り,取り組んできたことというのがまず、えー、と市役所内部の労働環境改善についてそれと、えー、と犬猫殺処分ゼロのに向けた取り組みについてというテーマとなりました、えー、職場環境の整備ということに関しては えー、新市役所創造プロジェクトにも絡んでおりますので、あの市長にとっても大事にしている足元の整備なんだろうということが分かっております、えーっと。市の仕事っていうのを、私も初めてあの議員になってあの、行政の仕事っていうのを知りました。あの大学の頃は全然 その公務員の仕事に対してあんまり興味を持ってなくて民間ばっかり考えてたんですけれども初めてこう関わってみて市の仕事がこんなにやりがいのある仕事なんだっていうことをあの思わされてですねこのことを大学時代に知ってたらもう進路の考え方変わってただろうっていうふうに今は思っております。に市のののの仕仕事事は街をを作っっててて暮らししいいいうものを良くしていくためのやりがいのある仕事で えー、このやりがいというもの、まあ、やりがい搾取はいけないんですけれども、この魅力というものをもとにして、職員がよく持って仕事に当たっていけるような長崎市役所をこう作っていただきたいというふうに強く思っています。またあのイネネコ殺処分ゼロについても ふるさと納税の開始に向けての動きが始まってです、ね、あの先ほどもご答弁いただいたとおり、えー、ミルクボランティアの開始に向けても積極的に取り組んでいただける、えー、思いがあるということで、えー、とってもあの嬉しいご回答をいただきました。あの着実に一歩一歩 あの進んでいるということを本当にありがたく思います。6月からあの始めて本当に一歩一歩毎議会ですねあの前向きに進めさせていただいていることをありがとうございます。えっ、ー、と来年から本格的にまた鈴木市長の鈴木姿勢というのがカラーを持ってえっと見えてくる。 だと思いますので、まあ、そういったアウトプットもこれから見えていく中で、えっ、ー、と視線運営について私たちでまあ、是ぜひ非で臨んでいきたいと思いますので、あのよろしくお願いいたします。まあ、今年も本当に皆様お疲れ様でした。お世話になりました。ということで、えっ、ー、と少し時間が余りましたが、あの私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。休憩いたします。午後は1時から再開いたします。お疲れ様でした。